今週末フランスで開催される伝統的な耐久レース、ル・マン24時間。注目したいポイントを6つ紹介します。見どころ満載の耐久レース。8月にル・マン24時間レースが開催されるのは初めてのことだ。世界で最も有名な耐久レースであるル・マンは昨年新型コロナの影響で無観客での開催となった。今年も従来の開催月である6月から外れてしまったが、少なくとも何万人ものファンを迎え入れることができる。昨年とは大きな違いだ。モータースポーツ界の一大イベント、第89回ル・マン24時間レースに期待する6つの理由を紹介する。1、ハイパーカーの登場。あまりにも高価だった。LMP1 に代わり、新しいハイパーカー、LMH クラスがルマンに初登場。レースが再び大きな盛り上がりを見せている。24時間レースが100周年を迎える2023年には、フェラーリ、ポルシェ、アウディ、トヨタ、プジョー、BMW など、名だたるメーカーが参加し、サルトサーキット史上最も激しい戦いの火蓋を切ることになるだろう。それもこれも、身近なハイブリッド技術と厳しい予算で効率化を図る新しいルールブックのおかげである。今シーズンの世界耐久選手権には、ハイパーカークラスはわずか5台しか参戦していないが、レースにおける新たな幕開けを意味することに違いはない。2、トヨタが勝つと決まったわけではない。トヨタの新型グレーン10ハイブリッドは、これまでに開催された3戦すべてで優勝している。だが、ルマンでも無敗を貫ける保証は全くない。15日に行われたルマンのテストデーではクリッケンハウスのオリビエ・プラが午後の5時間のセッションのうち10分を過ぎた時点でトヨタのタイムを抜きトップに躍り出た。トヨタにとって大きな脅威となるはずだ。クリッケンハウスの 007LMH が 3.5 リットルツインターボ。ノンハイブリッドの V8 を搭載しているのに対し、トヨタの 3.5 リットルツインターボ V6 は、フロントアクセルに取り付けられた、モータージェネレーターユニットと組み合わされている。両社は 680PS、500kW という上限出力を達成するため、対照的なソリューションを採用しているのだ。果たしてグリッケンハウスは、トヨタを打ち負かすことができるのだろうか。モンツァの WEC テストでは、ジム・グリッケンハウスの掲げる野望が単なる夢物語ではないことを示したが、結果のいかんはマシンの信頼性にかかっている。一方のトヨタは耐久テストを十分にこなしてはいるものの、トラブルに無縁というわけではない。ルマンでは何が起こるかわからない。第5の LMH 候補は、LMP1 マシンのアルピーヌ A480 で厳しい制限を受けている。トヨタやグリッケンハウスよりも頻繁に燃料を補給する必要があるが、予選ではグリッケンハウスを抑えて3位についている。1978年以来2度目となるルマン優勝の可能性を十分に秘めていると言えるだろう。3、LMP2 マシンが総合優勝する可能性。もし、LMH にエントリーする5台が何らかのトラブルに見舞われた場合、LMP2 部門のマシンが総合優勝を狙える可能性がある。決勝のグリッドには24台の LMP2 が並び、ドライバーには多くのスター選手が名を連ねる。マクラーレンのチーフであるザック・ブラウンが共同オーナーを務め、昨年の LMP2 クラスのチャンピオンである。ユナイテッドオートスポーツは、元 F1 ドライバーのポール・ディレスタ、アレックス・リンとフィル・ハンソンの強力なラインナップで人気を集めている。また、元グランプリのエースである、ロバート・クビサや、ファン・パブロ・モントーヤ、そしてヤン・マグヌスセンが、息子のケビンと共に、親子で初出走するなど、注目すべき、ビッグネームが揃っている。LMP2 の層の厚さには目を見張るものがある。たとえ総合優勝は狙えなかったとしても、このクラスのレースはタイトで魅力的なものになるだろう。4、ポルシェ対フェラーリ対コルベット。メーカーの関心が薄れているルマンの GT カテゴリー。しかし、ワークスのポルシェ2台、サポート体制の整ったプライベーターの 911RSR2 台、ファクトリーサポートのフェラーリ 488GTE、エボ1台、ワークスのコルベット C8、R2 台というエントリーは見逃せない。テストデーではポルシェが優位に立っていたが、AF コルセのフェラーリとのバトルは激しさを増しそうだ。AF コルセのジェームス・カラドは2019年に続く2度目のクラス優勝を目指している。コルベットは2015年以来24時間レースで GT 優勝を果たしていないが、ハンドルを握るニック・タンディは同年にポルシェの919ハイブリッド LMP1 で総合優勝した経歴を持つ。5、アマチュアにとって究極のレース。ルマン24時間レースの魅力は、一流のプロドライバーだけでなく、野心と技術と予算を持ったアマチュアもグリッドに並ぶことができる点にある。LMP2 には、プロとアムのサブクラスがあるが、かつて、ジェントルマンドライバーと呼ばれていた人たちに、最も近いのは、GTE アムだ。マシンは、GTE プロと同だが、各ドライバーラインナップには、ブロンズ等級のアマチュアが2名含まれていなければならない。GTE アムはイムッサのスターであり、かつて LMP2 ルマンクラスで優勝したこともある。ハリー・ティンクネルのような優秀なプロが中心となっており、人々にルマン優勝者になるチャンスを提供している。アストン・マーティンは昨シーズンシニアクラスで優勝して、GTE プロから撤退したが、3台のバンテージを維持している。6、ファンが戻ってくる。通常、サルトサーキットには25万人もの観客が集まるため、今年の5万人という数は圧倒的に少なく思えてしまう。しかし、昨年のようにファンが全くいないよりは確実にマシだ。今年の初め、ハリー・ティンクネルはオートーカーの取材に対し、昨年アストンで、GTE プロで優勝した時の気分はどうだったかを語ってくれている。7年前に初めて表彰台 LMP2 に登った時は15万人もの人々がサーキットに集まっていた。去年は50人くらいだったよ。レース中は観客のことは忘れちゃうね。サッカー選手であれば観客の少なさにもっと気づくと思う。集中しているから何も気づかないんだ。彼が気づいたのはヘルメットを脱いだ時だった。日曜日には表彰台のもとにファンが集まり、その喜びを分かち合うことができるだろう。